一瞬でピークする奏法について、今回はですね、解説していきたいなと思います。では、まずやっていくんですけども、一瞬でピークする方法。このようにですね、落としていく。まあ、これをですね、ドリブルと言うんですけども、この時に、こうトランプの中にこう角度とかつける、まあつけなくてもまあ一応見えるんですが、こんな感じでね、こうやっていきますと、この左下のコーナー、左コーナーのところが、ここが見えるんですね。これが、まあピークする、まあ一つあれになるわけですね。こんな感じでね、こうお客様にこう見せる前にこうね、これを一瞬でこうやってしまう。ね、これクローバーの9ですし、これはハートの5ですね。はい。で、これもハートの2。スペードのエース。ハートのキング。ハートじゃない、ダイヤのジャック。ジャックじゃない、ダイヤの11。で、これがハートの3とかね。うん、ダイヤ、クローバーの12ですとか。まあ、このあたり、クイーンとかね、まあ、いうふうにこう、わかるわけでございますね。まあ、これで、まあ、一つね、まあ、ピークする、この段階のね、わかっていただけたんじゃないでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございます。